からね。よし。こんにちは、脇谷友詞です。今日はですね、たくさんたくさん皆さんが大好きな、またまた焼きそば編です。うちのトゥーランドットでとっても人気がある、癖になっちゃうって言われているですね、焼きそばです。ぜひもう公開しちゃいます。材料です。見てください。ちょっと極太の麺です。それとひき肉、豆板醤、にんにく小さじ1、山椒。もうひき肉、にんにく、豆板醤、山椒あればあっという間にできます。いきますよ皆さん。この麺は前回の麺と同じように、ちょっと今日のは太いので、沸騰しているお湯の中に麺がこんな風にして入ります。そうしたらこれを混ぜて混ぜていきます。この麺は通常タンメンとかあえそばでボイルする場合は、これは4分30秒かかるんですね。ちょっとそれは太いからです。でも今日は焼きそばですので、この今麺を入れて見てください。このようにして、前回は確か40秒だったと思うんですけど、この麺はちょっと太いので約1分30秒ほどボイルします。こんな感じです。そうしましたら、こちらをと開けていただきます。ボイルした麺を水を切ったら、このようにボウルの中に入れ、それでまずは美味しい香ばしいごま油、このようにかけます。そこにまたお醤油をほんの少し、このようにかけます。これを混ぜて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 、この温かいところでこのごま油とお醤油の風味をつけました。ボイルをして、今お醤油とごま油を入れました。そこで今度は焼いていきます。この太白を入れます。それでこの麺をふわっとこんな風にして入れます。これでゆっくりと両面を焼いていただきます。粘り気のある麺はボイルした後、流水でさらして洗う、洗ってザルに切るっていうのが丁寧なやり方です。今回のこの麺は太麺で、粘り気が少ない麺なんですね。ですので僕はザルに切って、すぐ醤油とごま油を混ぜて、それで今焼くっていう、そういう感じです。それで焼くときに太白をふわっとかけて、香ばしく両面を焼いていく、こんな感じでやってみてください。なんとなくこの音でですね、チリ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 って焼けた感じが分かってきた、これをひっくり返します。じゃん、うわ、見てください、このこんな感じです。この表面がちょっとカリッと香ばしくするっていうのがポイントになります。1分30秒ボイルして、醤油とごま油を入れて、それでもう混ぜたら焼く、この音もういいですね。今度はこのようにペーパータオルの上で余分な油を取る、こういう感じです。それで見てください、このカリカリ感でも真ん中はふわふわ感、こういう感じです。このカリカリと真ん中のふわふわ感をここの中でこういうふうにもう混ぜておくんです。こんな風にする、炒める前に混ぜて準備をする。その間に今度は作り方に入ります。ひき肉です。ひき肉を炒めていきます。ひき肉が炒まってきました。ひき肉がこのように炒まってきたところで、分量の豆板醤です。小さじ1混ぜます。炒めてください。そこでニンニクが入ります。小さじ1炒めます。そこでお酒とお水を入れていくんですよね。ここでね、このようにひき肉に
豆板醤、ニンニクの香りが立ってすごい香りが立ってきたところを見計らってですね、紹興酒あれば大さじぶわーっと3杯、そこにお水です。ここでお水が1杯2杯と入ります。こんな感じです。ここで今度はこの今入れたお水、このひき肉のうまみ成分をよく味を濃くするわけです。家庭の場合はこのようにしてください。スープをなかなか取るってことはできないと思いますので、お水で十分美味しくなる方法です。はい、そうしましたらお醤油小さじ2杯、そこに胡椒少々、お砂糖ほんのちょっと隠し味、それで煮詰めて煮詰めていくわけです。そうするとこのひき肉からのうまみどんどん煮詰まってくるわけです。だいぶいい感じです。中火でこのようにどんどん炊いていただきます。そこで途中で皆さん、豆板醤の塩分もお醤油も違いますので、皆さんね、味を見てみてください。こんな感じです。うん、美味しい。これを今度はある程度経ったところで、先ほどの焼いてほぐしてあるこの麺をここで投入です。うわーと入るんです。こうやってこの麺を入れて、先ほどのスープをこれで合わせていく。はい、ある程度煮詰まってきました。そこでこちらです、丸鶏ガラスープパラ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 と振りかけて、そこで後からお水をふわっと足してください。しびれる焼きそばになりますよ。ほら、いい感じです。こんな風に麺の粉がちょっと落ちていき、いい感じです。そうしましたら最後にごま油をふわっとかけて、ほら、いやー見てください、パスタとも違う焼きそばです。この焼けたところと味を吸わしていったさっきの、これが何にもないただのひき肉 50g、 これだけです。仕上げにこちらです、ふわっとかけるんです。もうもうこれでしびれる焼きそば完成です。最後ぜひ作ってみてください。それでは皆さん、しびれる焼きそばどうやってしびれるか見てください、このシンプルさ。これをね、ほら、山椒がねしびれるんですよ。今日はラーは豆板醤のラーだけです。あの焼けてチリチリなところと柔らかいところと、あーいい感じ。いただきます。うん、うん、うまい。これ皆さんね、もしあれだったら太麺がおすすめですね、やっぱりこれはね。あとね、稲庭うどん系ってあるじゃないですか、ああいうのでやられてもいいと思います。あのチリチリっと焼けたところ、そこが噛むと香ばしくて、それでいてこの山椒がブワーンと抜けてくるんですね。これは癖になる味です。ここに黒酢をかけてみてください。また最高です。今度はこの黒酢ワッとかける、この黒酢がたまらなく、この香りがまたいい。いただきます。うん、すいません、うますぎて最初はそのまま、あとから黒酢おすすめです。